野党側は後半国会に向けて、共産党議員と口論した小松法制局長官の問題や、新事実が次々と出ている厚労省の入札問題で安倍政権を揺さぶれるかが焦点です。さらに、NHK 予算案の今月中の国会承認を盾に、モミー会長の身体と絡めて一死報いることができるかが鍵を握ります。中継です。はい。 民主党の松原国対委員長は、来週から始まる NHK 予算案の審議に入る前に、茂木会長はやめるべきだと強調しました NHK 予算に関しては、今の環境のままではです、ね、これは到底あの、その議論に入る前だと、いいとか悪いとかの前の話だと。 今週中に予算案が成立する見通しとなる中、鍵を握るのが年度内に成立しないと主張をきたす日切れ法案で、中でも NHK の予算案が焦点です。政府与党としては、今月中の国会承認を求める方針ですが、野党側はモミ会長の身体と引き換えにする戦略で、そう簡単には応じない姿勢です。また、厚生労働省の入札問題についても、関係予算の執行停止を求めていくほか、田中…あ、 田村大臣の責任も追及していく考えです野党としては数少ないカードでどこまで安倍政権の牙城を崩すことができるのかが問われています。